大人の見る解本生まれては見たけれどは、1932年6月3日公開の日本映画である、松竹キネマ制作、配給、監督は、小津康二郎。モノクロ、スタンダード、サイレント、90分。小津監督のサイレント家を代表する傑作で、サラリーマン社会の悲哀を子供の視点から描いた喜劇映画である。小津作品の特徴である、 フェードインアウトを使わずに固定したカットで繋ぐ場面展開はこの作品によって決定づけられた。第9回キネマ旬報ベスト10第1位。両一、刑事のお父さんは重役の岩崎の近くに引っ越して出世のチャンスを伺っている。だが、兄弟の前では幻覚そのもの。引っ越しで転校した兄弟は、早速地元の悪ガキグループと喧嘩した、挙句、鬱陶しくなって、 小学校をずる休みするも、担任の家庭訪問で知られ、二人は父さんから大目玉。そのうち、悪ガき仲間と友達になり、一緒に遊ぶようになる。その中には、岩崎の子供もいる。ある日、みんなで、うちの父ちゃんが一番偉いと自慢する話が出る。兄弟も、自分の父親が一番偉いと信じて疑わなかったが、 ある日、岩崎の家へ行って見せてもらった16ミリ映画の中で、父は岩崎の前でお世辞を言い、動物の真似までしてご機嫌伺いをしていた。怒った二人は食事も取らず、またしても学校をサボって抗議する。しかし、その抗議も長続きせず母の取りなしで、兄弟は夕食を食べて寝る。父も子供の寝顔を見ながら、家族のためとは言いながら、 子供を絶望させたことを後悔する。翌朝、いつものように父と兄弟は一緒に家を出る。本作は1930年代にサラリーマン階級の日常や庶民感情を描いて流行した小市民映画の代表作であり、サイレント期にオズの評価を決定づけた作品でもある。撮影は1931年11月に開始されたが、撮影中に 子役の菅原秀夫が怪我をしたため一時撮影を中止し、その間に新人俳優の北二郎を売り出す正月映画、春はご婦人からの撮影にかかっている。しかし、それが白田の病気で中断すると、また本作の撮影を行っている。撮影に出てくる電車の路線は池上線であり、電車が通る頃合いを見計らってカメラを回したという。 本作のフィルムは、松竹所有のオリジナル版と、後年松田映画社によって、松田春水による活弁と音楽が挿入された、松田フィルムライブラリー版が現存する。ありがとうございます。